半田市。ハ田市は愛知県の市である。尾張、千北地方に属する。軽量特定市。1937年、昭和12年、半田町、亀崎町、成岩町の合併に伴い成立した市である。愛知県内では6番目、北半島で最初の市政志向であった。その後は新たな合併を経験せず現在に至っている。 江戸時代中期から本格化した上造業の成長とともに、港湾都市として発達した。明治以降は、下半島における行政の中心となる。太平洋戦争後には、鉄鋼や自動車関連産業などの製造業も進出している。名古屋市の郊外に位置するとともに、下半島中部における一定の拠点としての性格も持つ。 1958年、昭和33年、市議会にて行った、原水爆実験禁止並びに、核兵器持ち込み反対核非武装宣言に関する決議により、日本で初めて非核を宣言した市であり、市政55周年の節目である1993年、平成5年、非核、平和都市宣言決議を行った。2005年には隣接する床鍋市に、 中部国際空港が開港し、新たにこの地方への営業所の設置を図る企業も多かったが、床波市内では十分な受け入れ体制が整っていなかったため、代わってこの半田市内に拠点を置く企業が多い。これは企業というより住居についてであり、北半島の高校の約3割程度が投資に集中していることから、 指定の教育の面でハンダを選ぶ傾向があるが、単身者向けの住居は、床波市内に多くできてきた。地下地区には、下市があるが、ハンダ市が、地下地区の中心として位置づけられてきた経緯から、下の名を関する企業や、団体の中には、当市に存在するものも多い。ゴンキツネなどで知られる、童話作家、新見南吉の出身地でもあり、市内には、新見南吉記念館があるほか、 記念館周辺には童話にちなんだ花畑なども広がっている。北半島東海岸の中部に位置し、地域は L 字の左右を反転させたような形をしている。東は木浦湾に面し、西は北丘陵で常滑市と接する。地域の中央を縦断して流れる阿久井川、十河川の川口付近が市役所等の集中する中心部である。市街地は かつての海岸戦争や干拓地にあり、内陸部に住宅地が広がっている。埋め立て地は主に工業用地として利用されている。丘陵部は農業用地となっている。沿岸部を JR 竹予線と国道247号線が内陸部を名鉄高和線が西部の丘陵地を下半島道路、南下道路がそれぞれ縦断している。 特筆される山は存在しない。市内最高地点は、海抜83.7メートルである。小規模なため池が点在する半田市の地名を参照。北半島の市の中では最も人口が多いが、微減傾向にあり2位の東海市と、あまり差がなくなってきている。江戸時代、地域は、尾張藩、犬山城主なる瀬市、後に、犬山藩を立藩、及び、自社の領地であった。 市制志向まで下軍に属していた。2005年に開催された愛知万博で愛知県内の市町村名古屋市を除くが120の万博公式参加国をそれぞれ一市町村一国フレンドシップ事業としてフレンドシップ相手国として迎え入れた。愛知県半田市、宮崎県にちな市、北海道小樽市と共に半田運河、堀川運河、 小樽運河と三都市に運河を持つつながりから、運河サミット2012を機に、災害時応援協定締結。古くから、酒、醤油、味噌などの醸造業が栄えていた。江戸中期より酒粕を用いた酢の醸造が始まると、江戸の握り寿司ブームもあり、樽詰めされた酢は、微臭海鮮によって、江戸にも運ばれた。こうした、醸造業の発展は、 現在のハンダ市の形成につながり、密館などに代表される日本有数の食品産業の町への基礎となった。戦前には重工業も盛んになり、中島飛行機、ハンダ製作所に代表されるように航空機産業も発達した。軍需産業の一拠点となったハンダ市は戦争中には空襲の標的となり、多大な被害を受けることになった。 戦後は再び重工業が復興し、金浦港の重要港湾指定を経て、新たに造成された臨海部の工業地帯を中心に栄えている。戦後、有力な収入源として、ハンダ協定場が作られたが、伊勢湾台風による被害を受け施設が、ほぼ全壊し、また、金浦港造成の妨げとなることから廃止された。その代替として、1964年、 昭和39年からは、常名協定場におけるレースの一部が、半田市の主催により行われるようになり、現在に至っている。半田市は、終わり学区に属し、中学生は、終わり地方の県立及び、名古屋市立の普通科高校に進学可能だが、木沼大橋を挟んで対岸の高浜市にある、高浜高校の普通科には進学できない。 北半島の市長の中で、名鉄と JR の両方の駅が立地するのは、この半田市と竹豊町のみである。東浦町も両線が通過するが、名鉄は町内に駅が設置されていない。市内で利用客が最も多いのは、名鉄地下半田駅であるが、JTB 実刻表は、JR 半田駅を市の代表、中心駅として記載している。 半田市は、北半島の中心に位置しており、北田半田駅はかつて、北半島内や、西三河地区への路線バスの起点となっていたが、近年は、モータリゼーション、名鉄千田新線の開業、JR 竹と予線の利便性向上などにより、乗客は減少し、ほぼすべてのバス路線は廃止、または、短縮、減便された。また、中部国際空港開港以降、 複数の空港バス路線が開設されたが、今なお運行されているのは、床滑線のみである。同市に本社を置く、下乗り合い、下バスが市内を通るすべての一般路線バスを運行しており、床滑線は、毎時2本程度、それ以外の路線は、毎時1本以下の運行頻度となっている。そのうち上池線、亀崎線、唐杉線、花園線については、半田市と、 下の折合との協定により、市によって赤字補填が行われているほか、常滑線に対しても国及び愛知県による補助金が交付されている。また、半田市から中部地区以外の大都市圏への長距離バス路線としては、JR バス関東によって運行される地下、シーガル号がある。半田市景観重要建造物も参照。この項目における出しは全て地下型であり、 投資で発展したため別名ハンダ型とも呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。